今日は岐阜の実家まで帰省します。今新潟の米山パーキングエリアなんですが、ここドッグランあって衣さんの休憩中です。3分の1ぐらいしかまだ来てないんで、運転頑張ります。衣は楽しそうだな。衣？6時半ぐらいなんですが、ここからまた岐阜に向かって走ってきます。頑張ります。実家に帰ってきました。もう興奮収まったね。衣オクラ食べる？はい、お座りして、お座りして、お座りして。よし。はい、大好物のオクラもらってます。衣さん、お盆を満喫しとります。ソファーでのくつろぎ方がやばいね。おっさんだな。それおっさんのくつろぎ方だぞ。これも気持ちいい。そのソファー、そう、うちにソファーないんでね。うちにソファーないんで、このなんかふかふかな感じ気持ちいいよな。これもな。はい、あくびして。まったりだね。まったりお盆だね、衣。これサムネにしようか。衣さん、実家でも落ち着いてます。寝てます。はい、せっかく実家帰ってきたんで、前からずっと作ろうと思ってたんですけど、衣さんのオープニングのチャンネルのオープニングの音楽を作ってもらおうと思います。5秒ね。5秒ぐらいね。衣を作ってくれるって。衣の実家経過。あ、いいね。いいんじゃない。それで、それじゃあ録音しようかな。
短すぎ？いや、いいよ、そのぐらいで。これもやめて。ちなみにここピアノ教室で、うちの母親がピアノ教室やってるんで、お邪魔させてもらってますな、コロン。いろいろ物あるからリード外せないんだけど。もう一回弾いて、そのやつ。あ、間違えた。いいね。もうちょっとなんかスムーズに。本当ピアノの先生。いいね。じゃちょっとこの音楽作ってもらったやつをまた次回から使ってオープニングにしてみたいと思います。やめてコロも。はい、これもうこの部屋に長居できないな。かじりすぎ。はい、行くよコロも。行くよ。